Salut et bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien et on se retrouve pour le 39e épisode sur Octopath Traveler 2. Et donc, comme je l'avais dit la fois précédente, on va faire le chapitre 4 de Hikari. Donc là, il nous demande plus ce qu'on veut faire, donc on va sauvegarder. On va aller à la taverne. Et on va écouter une histoire. Hikari.陛下、光王子が戦力を集めている模様です。兵を送り、息の根を止めるのが最善かと。案ずるな、アゲハ。 手は打ってやる。あやつが戻ったなら余が首をはねてやろう。黒血剣、クケの家宝である魔剣だ。その深き赤は切った幾多の者の血と伝わる。 あの愚弟には一生扱えまい。あれは久家の純血ではない。産んだのは下民の女だ。血が半分しか流れぬ半端者よ。ここが メイケが城を構える地か。雷鳴、今行くぞ。Alors, conversation. La maison Mei est aussi connue au sein de l'église de la flamme sacrée. J'ai entendu dire que ses membres avait réussi à unifier la région lorsqu'elle était déchirée par les conflits. Ah oui? Grâce à cela, les corbeaux de l'arbre sacré sont de nouveau retrouvés, se sont retrouvés avec trop de temps libre. Mais il semblerait que les Mei soient populaires auprès du peuple. Je n'en doute pas un instant. Ton Mei est tenu en haute estime à Kou également. Au départ, il s'agissait d'une petite contrée indépendante de la région d'Inouma. Mais Mugen ordonna son annexion à Kou en vue de la conquête du continent de l'Est. Les exploits et la valeur des Mei ont fait d'eux des alliés parmi les plus fiables de la famille Kou. Il y aurait donc de fortes chances qu'ils soient toujours fidèles à Mugen, non ? Rei Mei et ma sœur d'armes partageront les mêmes idéaux. J'ai foi en elle et en ses convictions. Si vous le dites, je vous fais confiance. Néanmoins, sachez qu'être trop crédule n'est jamais une bonne chose. Ah, quelque chose à aller chercher ici. Ah non, on arrive à l'auberge.国の王子、光と申す。雷鳴殿に謁見願いたい。ここは当選、光殿。我が主の命により拘束する。従わねば力ずくでな。そなたは雷鳴の家臣だったな。 戦いたくはない。俺は語らうために来たのだ。おお、さようか。では語らいましょうぞ。剣にて。足がちぎれるまで踊るわよ。OK, direct to the boss. 炎よ、燃えろ。まあ、ちょっとしたね、どうぞ。
ここからだ。これでどう？行くよ。獅子の舞。さてと、傷を癒したのに、すまない。テメロス。さあ、やっ！いざ。よし。炎が燃える。いいでしょう。傷を癒したのに。踊るわよ。はい。プランを考えれば。受けてみろ。炎よ、燃え。この。こちらの番だ。ça on va l'assommer ya ya le coco carada c'est à ta chine à ban go bravo Agnea kun magic steel rod さて こちらの番だな炎のためにセーブはバイ剣が錆びる。やりおる。通らせてもらうぞ。そこまでだ。ライさん、光、3年前戦で別れて以来か。雷鳴、クコクは無限に奪われた。奴を倒し国を変えたい。そのためには疾風陣雷と呼ばれたその豪壮、そして明家の力がいる。雷鳴、どうか俺に力を貸してくれ。私はもう友ではない。何？無限陛下より仰せつかっているぞ。王子を捕らえたなら即刻処刑せよと。雷鳴、我が信ずる槍よ、空を切り敵を裂く雷槌となれ。ばら、t'as brisé le pont。わたしはメイケを守る。光、光、母上、ここは。もう寝ぼけて、あなたのお部屋でしょ。起きなさい、光。新しく使える家が見えますよ。はい、母上。準備はいいな、ライ。我らメイケはクケに報じる。メイケが槍となり時代の砂漠の覇者を支えるのだ。ええ、兄じゃ。戦の世は終わり、
我らの望む未来がきっと来る。血の流れぬ温かな未来が。その日を志し、父兄を守るのだ、ライオン。ええ、兄じゃ。父兄にお仕えします、メイケ、ジンメイと申します。ライメイと申します。ほほう、剣はできるか。剣なら少々腕に覚えがございます。おお、では稽古に付き合ってくれぬか。光栄です殿下。光と呼んでくれ。しかし我らはお仕えするに。構いません、光の友になってあげてください。わかりました。かかってきなさい、光様。剣を抜いたなら容赦はいたしませんぞ。そう来なくては。付き合ってくれ。稽古をしよう。行くぞ。C'est sûr qu'on a pas la puissance qu'on a acquérie juste avant. Enfin, juste avant. 行くぞ。Alors, taillade la serrée ou charge la lance. Allez hop.メタルギリ。いい腕だった。なかなか早い。しかし軽いですな。力が足りんというのか。いいえ、剣に力は不要です。技さえあれば。メイケは槍に通じますが、私は剣を得意とします。私の技をお見せしましょう。八文字斬り。やるな、いい技だ。どれ見ていろよ、ジンメイ。八文字斬り。なんと、一目で覚えやり返すと。うむ、やはりいい技だ。気に入ったぞ。もうあなた様のものですね。末恐ろしい才能だ。もう一戦やろう、ジンメイ。望むところです。Quelques jours plus tard. また腕を上げたな、光。雷鳴、そなたらのおかげだ。望むところだ。暁の鐘、また戦だ。そなたらも行くのか。ああ、クコクにこの槍を捧げたのだからな。俺も行きたい。なりませぬ光様、まだ幼い。死ぬだけです。
それより城下でお母君がお待ちですよ。和やかにお過ごしください。それが我らの救いともなります。すまぬ地面、どうかお気をつけて。城下は近頃賊の噂を聞きます。ああ、わかった。そなたらも無事に帰ってきてくれ。また稽古をしよう。フラ様。様はいりません。私もここの生まれですよ。これ、あずきがゆです。みんなで食べてください。いけません。お城に知れたら、あなた様が。光と遊んでくれたでしょ？そのお礼ですよ。クラ様、みんな、お慕いしております。あなた様は、我らと友のように接してくださる。本当に感謝しております。母上。光、来たのですね。こんなところで何を。私は知っています。母上は誰にも等しく接される。身分を気にかけず皆の幸せを願っている。私はそんな母上が好きです。光、この世は暗き夜、皆道を見失いさまよっています。あなたは彼らの明かりとなれる。私が。あなたの温かい心はどんな暗がりでも消せません。その明かりで皆を照らしてあげなさい。はい、母上。光王子だな。母上、私の後ろへ。貴様ら、賊だな。望みは金か。いや、あんたの命だ。悪く思うなよ。ほう、やるな。腐り切った国を恨みな。許さぬ。これは。はじめまして。構わん、片付けるぞ。マジくたびれたぜ。やってくれたな、クソど。俺も楽しんでいいよな。
夜を呼べ。光様、これは遊ぼうぜ。食い足りなかったとこだ。兄ちゃん、下がれ。ライ、来るな。私が光様を止めなければ。兄ちゃん、何を。光様、どうかお許しください。ここは私のシャンブル。気づいたな。ここは我がメイ家の城、その地下にある牢だ。あの橋から落ちて死なぬとは、さすがクケの血だな。雷鳴。だがここまでだ。明朝、貴様を処刑する。すべては九国の王無限様の命だ。俺はここでは死なん。まだなすべきことがある。その目、いつか見た。ああ、そうか、戦場か。貴様は死地に立ってもその目で私たちを鼓舞した。諦めるな、友よ。まだ諦めぬ気か、光よ。牢を出て悲願を果たす気でいるというのか。諦める理由などない。俺はそん。黙れ。私にも譲れぬものがある。我が槍と兄に誓って。人命。クケは古から砂漠を赤く染め続け、今や東大陸の覇王も狙っている。その礎を築くため名家をこの地に据えてな。クケは世のすべてを奪う気ですな。クケは代々呪われし一族と呼ばれた。あの日、光は自らの血に飲まれた。あれはこの世のものではなかった。族を虐殺した光は国王ジゴの裁量により刑を免れ、一連の事件はクケを恨む者の凶行と誰もが断じた。だが真実は忌まわしきものだ。襲わせたのは俺なのだ。無限の命令だ。
族の略奪に見せかけ殺せとな。断れば家を潰すと言われた。メイケは非力な将官、従うほかなかった。なんということだ。なぜだ兄者よ。メイケが志したのはこんな血塗られた道ではない。ラン、教えてくれ。俺たちが志していたのは何。血を見るうちにいつしか。だがせめて光様にあがないたかった。兄者、何を。お前は志を忘れるな。メイケを頼んだぞ。兄者。貴様しくじったな。言葉もございません。しぶとく生きおうせるとは、あの忌々しき地名。罰はすべて私が受けます。しかし我が家だけは。変わらず置いてやろう、使えるうちはな。メイケの誇りとともに。光か。雷鳴。あの時俺は何を。覚えていない。怖いのだこの血が。俺が神明よ。お前ではない、光。兄者を殺めたのは。光、我らの理想など幻だった。この手で守れるのは我が家一つだけだ。私は決めたぞ。兄者の代わりにメイケを守る。他のすべてを捨てても。ライム、誓ったのだ。無限に逆らえばメイケは滅びる。消えますぞ、ライ様。だが反逆者を葬れば無限は忠誠を認めるだろう。本当に光殿を処刑なさるおつもりか。それがメイケの運命。生き残る道は。そうだろ、あっちゃん。そなたは。光殿、一つ伺いたい。今も我が主を友とお思いか。当然だ。雷鳴を信じ
ここへ来た。あやつは全ての重責を背負い深く苛まれている。雷様は長く囚われたままなのだ。先代仁様を失った恐怖という牢獄に。クンゾ殿、その首をはねたとてあのお方は救われぬだろう。光殿、どうか断ち切ってくだされ。ライス、礼を言う。クンゾ殿、そなたの思い受け取った。行ってくる。Allez, c'est parti pour la partie donjon. Et ben, on va s'arrêter là pour l'épisode. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite surtout pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Coche la cloche pour ne rien manquer. N'hésite pas à mettre un commentaire et partager la chaîne avec tes amis. Et si tu es déjà abonné à la chaîne, je t'en remercie grandement. Et quant à moi, je te dis à de prochaines aventures. Ciao, bye bye.